中国の鉄道建設事情を大暴露します。やたらと日本をライバル視し、時には日本を見下して鉄道建設技術を自慢する中国さん。しかし、ここ最近は中国の見えっ張りも世界に通用しなくなってきているようです。一体何があったんでしょうか。というわけで、今回は中国のヤバすぎる鉄道事情についてまとめましたので、ご紹介します。それでは行ってみましょう。現在ベトナムでは、首都ハノイと国内最大の商業都市ホーチミンで大規模な鉄道開発が進んでいます。ハノイ市の工事を請け負った中国と、ホーチミン市の工事を任された日本。開業まで、もう少しのところまで来ている漁師ですが、これまでの事態を見ていた人々から、日本と中国のあまりの違いに、笑いさえ起こっているそうです。というわけで、今回は、そんな日本と中国の圧倒的な格差と海外の反応についてご紹介します。では行ってみましょう。現在、ベトナム国内において、人々の足になっているのが、なんといってもバイクです。現地では、一家に、2台はバイクがあると言われるほどで、道路を埋め尽くす大量のバイクは、外国人観光客の驚きであり、注目の的にもなっています。その他で、庶民が交通手段として利用しているのが、車のタクシーとバイクタクシー、そして路線バスくらい。自家用車の所有は、企業か、ベトナム人でも富裕層の人くらいで、まだまだ、庶民の足になるのは時間がかかりそうです。それでも、現地での肌感覚だと、10年前の道路事情なら、車2割でバイク8割くらいだったのが、今では、車4割で、バイクが6割くらいになってきている感じですね。そこで気がついたのは、ベトナムには電車はないの?ということ。そうなんです。現在ベトナムで走っているのは、ハノイとホーチミンを結ぶ南北鉄道のみなんです。それも、とても、通勤や通学で使えるような代物ではなく、30時間をかけて、トコトコとゆっくり走るような、鈍速な乗り物。鉄道好きの観光客には、欠かせないスポットになっているみたいですけどね。ということで、現在、行政都市として機能するハノイ市と、ベトナム最大の商業都市となるホーチミン市で、鉄道の工事が進んでおり、中国と日本がそれぞれ請け負っているんです。首都ハノイを中国が、ベトナム最大の経済都市、ホーチミン市は、日本が担当しています。しかし、その結果は、見事に明暗が分かれ、中国と日本の広報や技術力に、大きな違いがあることがあらわになったようです。完成を目の前にしている日本製地下鉄に比べ、中国製とのあまりの違いに、ベトナムの国民たちは、呆れを通り越して失笑しているのだとか。さて、二つの鉄道工事について、もう少し深掘りしてみましょう。その一つは、中国国営企業の中鉄六極集団率いる、中国企業の共同体のプロジェクトです。そして、もう一つが、日本の国際協力機構 JICA が主導するプロジェクトになっています。なぜ、今頃になって建設を?などと思ってしまうのですが、ベトナムは、9000万人もの人々が生活する国なのに、なんと、今まで電車がありませんでした。ベトナムで唯一運行している列車は、ハノイとホーチミン間を走る、世界でも有数の長距離列車です。そのすべてがディーゼル機関車で、いかにも、一昔前の列車といった感じなんです。列車のスピードは、時速 50km とのんびりで、日本の新幹線が、300km を超えて走ることを思うと、そののんびりさが、またぐっと、などと、のんきなことを言っている場合ではありません。生活する上で、利便性の高い乗り物とは言えないですからね。なので、もっぱら、庶民の移動は、バイクが主流を占めています。しかし、経済的に急成長を遂げるベトナムですが、未だ、平均給与は、日本円で3万円から5万円程度。決してバイクは安いわけでないのですが、まだまだ、車よりは、はるかに安く購入できます。その結果、バイク同士が、スレスレの距離感で走行したり、道路が混んでいれば遠慮なしに歩道を走り抜ける。当然通行人ともぶつかりそうになるし、逆行も当たり前。まさに無法地帯と言っても良いのかもしれません。
それくらい、バイクの数も多いので、もはや、歩道は駐車スペースと化しているようです。一応、整理をするセキュリティの方もいるんですが、歩道にはバイクが溢れているとのことです。そんな状態が延々と続くベトナム主要都市の交通事情。人々の安全面や交通渋滞緩和のためにも、安価で移動できる公共交通機関の開発が必要となっているのでしょう。要は、切羽詰まって計画されたのが、ハノイとホーチミンの鉄道開発というわけですね。さて、プロジェクトの話に戻りましょう。中国が担当しているのは、ハノイのカットリンからハノン間の 13km。そして、日本の担当は、ホーチミン市で、複数の路線が計画されている中、最初の路線、地下鉄1号線と呼ばれる、ベンタインからスオイティエン間の、全長 19.7km となります。工事を受注したのは、清水建設と前田建設によるジョイントベンチャーで、地下鉄1号線の一部区間を担当します。地下鉄1号線は、市内中心部に位置する、ベンタイン市場から、旧区にあるテーマパークの、スオイティエン公園を結びます。地盤の良くないホーチミン市内の地下鉄工事には、日本の技術力が不可欠でした。故に、以前に作られたサイゴン川の下を通るホーチミン唯一のトンネル工事や、同じくサイゴン川に架かる橋梁工事は、日本のゼネコンが手掛けています。ベンタイン市場からバーソン造船所間を含む 2.6km が地下を走り、残りは高架鉄道になります。さすがに、地下工事は日本のゼネコンが行いますが、地上部分はベトナムや韓国のゼネコンが参入しています。そして、ホーチミン市内を走る車両も、東京メトロ東西線の車両に似たものになっているようです。今回の工事に参入しているのは、日本の JICA を中心にして、スーパーゼネコンの、清水建設と前田建設の、共同企業体などの企業。実のところ、感染症の影響などもあって、中国と日本のどちらの工事も予定が遅れています。しかし、同じ遅延の理由も、日本、中国2カ国のでは、全く内容が異なっています。その点は、現地でもよく理解されていて、そのあまりの違いに、大きな反響を呼んだようです。ある海外メディアによると、中国が担当しているハノイの工事は、事故が多発していて、死者も発生していると報道されています。2014年11月には、複数のスチールリールが高架から落下し、下をバイクで通過していた3名が被害に遭いました。そして、なんと、その翌月には、同じ場所で足場が崩落しています。この時も、通行中のタクシーが動けなくなるという被害が起こっています。短期間の間に同じ場所で発生した事故。こうなると、もう安心して工事現場に近寄ることができなくなってしまいますよね。さらにそれだけではありません。翌年2015年8月には、別の場所の高架から、棒状の鉄骨が落下し、高架下にいた自動車にぶつかり、危うく大惨事となるところでした。こういった中国側の工事中の事故の多さを受けて、さすがに看過できないとして、ベトナムの交通運輸省も、一時工事をストップさせ、安全対策の改善を求めています。その結果事故は減ったそうですが、現地住民からは、不安の声が数多く上がっていました。当然ですよね。これだけやらかしてばかりいては、いくら業者から改善していると言われても、不安になるのは当たり前。海外メディアでも、事故は減ったかもしれないが、工事そのものの評価はかなり低いようだ。と報じられていました。そして、2017年にやっとこぎつけた試運転でも、次々と問題が発生して、運行を見送ることに。そうこうしながら、2年後の2019年には、とうとう建設作業が終了します。やっと商業運転ができると関係者が安堵し、運行開始への期待が高まっていたのですが、実際には開業は実現しませんでした。延期理由は発表されていませんが、土地収用の遅れ、中国業者から、下請け業者への代金未払い、安全認証に関する書類の不提出など、様々な理由が重なっているようです。運行の延期に関しては、感染症の世界的な流行も関係していて、海外からの関係者が入国できなくなったなど、やむを得ない事情もあるようなのですが。しかし、
当初の予定では2016年の開業予定であり、工事をスムーズに行えていれば、新型感染症による影響が出る前に運行開始できたはずです。国営ラジオベトナムの声電子版には、この事業は国家的な重要事業の管理に失敗した経験によるもの、と記され、失敗の経験の博物館という別の役割に変わるかもしれないなどと、厳しい声も紹介されています。さて、中国の工事が散々酷評されている一方、日本に対してはどんな反応だったと思いますか？日本が担当するホーチミン市では、感染症による遅延はあったものの、大きな事故もなく、現地住民からは歓迎されているようです。実は、このホーチミン市の鉄道工事、日本政府からの資金で、この地下鉄が作られているんです。完成すれば、市民にも観光客にも、大きなメリットがもたらされ、今から、開業への期待や喜びの声が上がっています。日本の JICA では、鉄道の開発工事だけでなく、運転手の採用、安全管理部門などの人材育成、組織管理、営業規約の策定、そして、鉄道利用を促進するための広報事業などにも支援をしています。さらには、日本でいう駅中の開発まで行っているんです。日本が行う海外での鉄道開発は、鉄道の整備だけではなく、開業後も、その国の人々で運行、営業をしていけるよう、十分に考えられているというわけですね。ゆりかごから墓場までのサポートを行う日本。ただ作ってしまえば、それで終わりの国や企業が多い中、日本の事業が高く評価されている理由がわかりますね。現在、2020年10月以降、7回に分けて車両が輸送されています。配備予定の17編成分となる、合計51車両が揃いました。1編成につき、乗客930人の輸送が可能となり、最高速度は地下で時速 80km で、地上では時速約 110km となります。この車両は、ホーチミン市にあるロンビン車両基地に移送され、走行試験が実施される予定です。これにより、都市鉄道建設プロジェクトは、新たなステージに入ることとなります。現在進行中の鉄道開発に次いで、実は、ベトナムでは、もっと大きな鉄道プロジェクトが進行中なんです。それは、ハノイとホーチミンを結ぶ南北高速鉄道計画。当初の計画では、日本の新幹線方式が導入される予定になっていました。しかし、残念なことに、この素晴らしい計画は、資金的な問題から白紙となっていたのです。しかし、現在、計画の見直しが再浮上しているとのこと。もし、日本の新幹線が導入されることになれば、現在約30時間かかる鉄道による、ハノイからホーチミンまでの移動を約10時間ほどに短縮できると言います。北部にあるハノイと中部のダナン、そして南部のホーチミンという大都市を新幹線が結べば、経済的な広がりも大きくなり、ベトナムに住む人々の生活を大きく変えること間違いなしです。ベトナムとしては諦めきれない計画だったと思います。ただその一方、日本の新幹線方式が高額で白紙になった計画の再開話は、中国にとって心中穏やかではいられないでしょう。中国のあるメディアでは、中国を拒否して日本に発注したベトナムの高速鉄道は果たして完成できるのだろうか、という挑発的とも思える記事を掲載しています。少なくとも中国よりは通談いいものを作ってくれると思いますけどね。この記事では中国高速鉄道の素晴らしさを淡々と述べていて、中国の高速鉄道は世界最長の営業距離だ、とか、世界最速の列車だ、とか、挙句には、最も安全なシステムを持っているぞ、と自慢げに締めくくっていました。いや、最も安全は嘘だろ。いくら、世界最高速度でも、世界最長の営業距離でも、事故や故障が多く、安心安全に利用できなくては、乗りたくないですよね。さて、日本と中国が行っているベトナムの鉄道工事について、様々なコメントが寄せられていますので、その一部をご紹介します。笑わせてくれる。事故原因を究明せず、事故車両を土の中に隠した中国の言い分を
絶対に忘れることは永遠にない。操作や整備にあたるのはもちろん現地の方たち。いくら日本製だからといってもその後が問題になるケースが多いので頑張ってください。ありがとうございます。日本の鉄道は安全面を重点にしていますからね。日本の鉄道会社の皆様に感謝します。中国はお金儲け主義政策で安全面は不要なので、いろいろと問題点がたくさんありそうですね。ベトナム国民が無事であればいいのですが、まあそのうち中国の本性がベトナム全国民に知れ渡るでしょうね。日本がどうかご無事でありますように。安全性、信頼性、誠意で中国のプライドをかけて日本と競争してほしかった。鉄道とは人、貨物を運んで初めて鉄道と言える。中国は運んだ人数は言わず路線長をやたらと宣伝する。ちなみに少し古いが総延長世界一は米国です。高速鉄道は中国かもしれませんが、日本は世界でも有数の鉄道大国です。高性能な鉄道車両はもちろん、新幹線が証明した安全な運行管理体制、車両の保守・整備技術もあり、鉄道というシステム全体で高い技術力を誇ります。例えばフィリピンの首都マニラを走るマニラ MRT3 号線は日本が建設し、日本が車両と線路を整備する鉄道でした。車両はチェコ製でしたが、日本とフィリピンのタッグで作り上げた鉄道と言えるでしょう。しかしコスト面からフィリピンは渓谷企業に整備事業を、新車両を中国に発注することに。というわけで今回は MRT3 号線に勤務していた男性の体験談をご紹介します。僕がマニラ鉄道に入社したのは2005年。当時は全てが順風満帆だった。マニラ鉄道は言わずと知れた日本製。三菱重工と住友商事が主導し、フィリピン企業が協力して建設した鉄道だ。車両や線路、信号なんかの整備もこの2社が担当、ほぼ日本が管理する鉄道と言ってもよい。僕が心配することなんて何もなかった。もっとも、開業した1999年には、いくつか問題もあったらしい。例えば、運賃の高さ。鉄道に乗るよりジプニーと呼ばれる乗り合いバスの方が安いってんで、乗客が少なかったんだ。計画では、1日あたり40万人を運ぶ予定だったんだけど、実際には25万人程度だった。つまり、計画の6割しか達成できていないわけで、これは大問題だった。他にも、駅の階段が急すぎたことも結構言われたらしい。だけど、こういった問題はすぐに解決された。運賃の問題は、政府が補助金を餌にして値下げを要請、実質的には命令して解決。駅にはエスカレーターとエレベーターを設置して解決だ。そしたら、乗客はどんどん増えていったよ。開業直後の2000年には1日10万人だった乗客は、2001年には倍以上の25万人に。2004年には計画の1日40万人を達成。マニラで最も乗客数の多い鉄道になったんだ。僕が入社した2005年はちょうど開業当初の問題が解決した頃で、全てが順調だった。当時の彼女にも、俺はマニラ鉄道で働いているんだぜと自慢したものさ。しかし僕らが結婚した2012年、マニラ鉄道は坂道を転げ落ちるかのように転落していくことになる。車両や線路の整備が渓谷企業に発注されることになったんだ。おまけに新型車両は中国製ときた。上司は渓谷企業の方が整備代が安い、車両も中国製が安いと説明していたけど、僕は内心反対したよ。確かに我が社には余裕はないけど、このまま日本に任せた方が安心じゃないかってね。それに三菱と住友の整備には何のミスもなかったのに、発注先を変えるのはなんだか裏切りのような気がしたんだ。もっとも
そこまで偉くない僕ができることは何もなかったんだけどさ。この時の僕は、日本と渓谷、中国の技術に大した差はないと思っていた。日本を裏切るのは心配していたけど、整備と新車両の心配はしていなかったんだ。それこそ心配するべきことだったのに。むしろ、今のチェコ製車両よりは、中国車両の方がいいだろうとすら考えていたよ。今の車両は、チェコが雪国の自国向けに作った車両にクーラーをつけて改造したもので、それを南国のフィリピンでトラブルなく走らせるのに、日本人たちはかなり苦労していた。南国を走る雪国車両に、まさか新型の中国車両が負けるだなんて思わなかったんだ。その期待は、3年後、中国車両がやってきた時に裏切られることになる。新車両を前にして、僕たちは愕然としたよ。なんと、設計より、重量が3トンも重いんだ。それなのに、モーターのパワーは設計通りだったから、加速性能は設計値以下だ。新車両を導入して営業速度向上、輸送力向上だ。って計画だったんだけど、重量型のせいで、それも台無しさ。しかも、中国から来た45両のうち29両には安全装置が搭載されていなかった。こんな危険な車両を走らせるわけにはいかないよ。しかも、中国はやっているはずの試運転もやっていなかったんだ。もう、本当に、どうして、こんな車両を買ってしまったんだろう？最初のうちは、マニラ鉄道側で試運転もやっていたけど、すぐに、それも中止になった。危険すぎるからね。それから、中国車両は、線路脇で放置されることになった。全部で、40億ペソ、約100億円もする置物さ。バカみたいな話だよ。そんなわけで、チェコ製車両が走り続けることになったんだけど、こっちも、警告企業の整備によってトラブルが多発するようになったんだ。2016年の1年間だけで起きた故障は合計600回。1日に2回は、どこかで何かが故障している計算だ。まともな運行なんてできやしないよ。この頃は、相次ぐトラブルで、休みなしに会社から呼び出される毎日だった。妻からは浮気を疑われたよ。またトラブル？今までこんなことなかったじゃない。本当は、他の女と会っているんでしょ。でね、しばらくして、マニラ鉄道は、時速 60km だった営業速度を 20km に下げることを発表した。もちろん、故障を減らすための措置だ。それで、妻も浮気じゃないって理解してくれたよ。それはいいんだけど、栄光のマニラ鉄道が、こんな鈍足鉄道になったことは悲しかった。遅すぎて、40万人の乗客を運べず、マニラ鉄道が代わりのバスを出すことになったからね。実際、乗客数はどんどん減っていったよ。2012年には、1日48万人になっていた乗客数もトラブルが多発しだした2016年には37万人にまで減少。2018年には28万人。ほとんど半減してしまったんだ。お客さんからの不満もすごかった。俺が乗りたいのはバスじゃない。電車だ。どうにかしてくれ。今まで故障なんてなかったのに、どうしてだよ。中国製に決めたのは誰なんだ？使えもしない電車を買うなんて。現場の僕たちもお客さんと同じ気持ちだった。どうして日本から渓谷、中国に変えた？変えなければこんなことにはならなかったのに。だけどそれを言っては彼らの怒りに火を注ぐだけ。僕たちはただひら謝りするしかなかったよ。僕たちにとってもマニラ鉄道にとってもこの時期は暗黒期みたいなものだった。そんな暗黒期が終わりを告げたのは2019年。なんと、再び、日本がフィリピンに帰ってきたんだ。しかも、今度の事業規模は、150億ペソ、約350億円。整備先を、
警告企業から住友商事と三菱重工に戻しただけじゃない。この2社は整備だけじゃなくてマニラ鉄道の一括回収も行うんだ。チェコ製車両や古くなった信号機なんかも全部回収だ。しかも日本はそんな大工事を運行を中止することもなく達成したんだ。2022年3月の観光式をテレビで見ながら職場のみんなで涙を流していたよ。同僚はこれでマニラ鉄道も復活だと言っていたよ。実際その通りだった。時速 20km に制限されていたチェコ製車両も時速 60km で走れるようになった。当たり前のことだと思うよね。だけどその当たり前ができなかったのが警告の整備企業と中国車両、そしてそんなところを信じちゃったマニラ鉄道だったんだよ。今回の件で政府のお偉いさんたちも懲りたのか、2019年からフィリピンはどんどん日本製を導入することになった。2019年には他の路線で日本製車両100両導入、2020年にはマニラ地下鉄で240両を導入だ。僕たちみたいに中国車両を選ばなかったのは賢明としか言いようがない。そして何より嬉しいのは、僕たちが2012年に日本を裏切ったのに再びフィリピンに帰ってきてくれたことだ。マニラ鉄道がかつての栄光を取り戻せたのは日本のおかげだ。日本から警告中国に鞍替えしたのは愚かな選択だったと思う。だけどフィリピン国民にとってはいい教訓になったのかもしれない。いいものはそれなりに高いということを身に染みて理解できたからね。以上、マニラ鉄道社員の投稿でした。まあ2012年の決定は裏切りとまでは言えないでしょう。実際に警告整備企業の方が安かったから決めただけで、経済的には普通の選択です。裏切りというのは警告の現代ロテムのように契約終了前に撤退することを言います。1994年現代ロテムは台湾に客車を販売したのですが、契約した整備期間が終わる前に勝手に台湾から撤退してしまいました。警告の所業は置いとくとして、このエピソードは海外の鉄道系掲示板に投稿されていたため多くのコメントが寄せられていました。その反応の一部をご紹介します。海外の反応。安さ目当てに警告と中国に頼むと痛い目に遭うなんてありふれた教訓じゃないか。いい教訓だったけど高くついたね。雪国向けの車両を南国で故障も事故もなく走らせた日本の技術力はそうそう真似できるものではない。どうして日本にできるなら他の国でもとか思っちゃったんだろう。マニラ鉄道にとって日本は救世主だったね。彼らも利益があるからフィリピンに帰ってきたんだろうが、それでも救世主だ。日本と警告、中国は同じ東アジアの国だけど技術力は次元が違う。フィリピンもそのことが分かったんじゃないかな。チェコ製車両は日本の手で復活したみたいだけど、結局中国車両はどうなったの？置物のまま？それとも返品されたのかな？以上が海外からの反応です。確かに中国車両のその後については気になるところですよね。調べてみたところ面白い事実が明らかになりました。7年越しの運行開始。問題の中国車両は2015年に製造され、同年9月には最初の車両がフィリピンに到着しました。そして2016年に数ヶ月だけ試運転が実施されて、その後は置物になっていたわけです。しかし当時は警告企業のせいでチェコ製車両にトラブル続出という状況だったため、車両不足による混雑は社会問題にすらなっていました。フィリピン政府とマニラ鉄道はどうにかして中国車両を運行することを考えます。そこで頼ったのが日本です。2018年7月、フィリピン政府は東芝インフラシステムズと中国メーカーの監督という契約を締結しました。置物になった中国車両を中国メーカーが回収するので
それを東芝が見張るという契約です。フィリピン政府は、中国政府との交渉によって、置物車両を中国メーカーが無償で回収するという確約を得ていました。しかし、フィリピンからしたら、その回収工事すら信用できるものではありません。だから、信用できる日本の東芝が中国メーカーを見張るという契約が結ばれたわけです。さらに、東芝が監督しながら中国メーカーが回収した車両は、フィリピンで、住友と三菱による試験を受けることになります。詳細は不明ですが、この2社が2019年に締結した整備・回収事業に、中国車両の試験も含まれていたようです。実際、広島県にある三菱の鉄道システム試験場で、1両の中国車両が試験されているのが確認されています。そして、2018年10月からは、中国車両も乗客を乗せての試験運転が開始されました。ただし、あくまで試験です。ウィキペディアには、2018年10月から営業運転への投入が開始、2019年10月時点で使用されている車両は3両に過ぎなかったが、これは MRT3 号線の更新工事の兼ね合いによるもので、全工程が完了する2021年7月までに、全車両が営業運転に復帰する予定と書かれています。なんだか、中国車両は使えるんだけど、日本の工事のせいで使えないみたいな感じですが、これは間違いです。フィリピンメディアによると、2021年7月時点で回収が完了した中国車両は、全48両のうち9両に過ぎません。2021年7月までに、全車両が営業運転に復帰するなんて、絶対に無理なんですね。実際、2022年3月時点で営業運転されているのは、この9両だけです。残りの39両は、2022年内から試験運転を始めるとのこと。2015年に到着してから、7年間も置物になっていた中国車両は、日本の支援を受けて、ようやくまともに走れるようになりました。中国メーカーの低たらくには呆れてしまいますね。現在、インド西部の都市アーメダバードとムンバイを結ぶ約 500km を約2時間で走る、インド初の高速鉄道プロジェクトが進んでいます。日本の新幹線方式が採用されることになっており、予定では2028年に運行が開始されることになっています。日本と中国がこのプロジェクトの受注権を争っていましたが、最終的に日本が勝利しました。インドネシア高速鉄道の方は後出しで中国に略奪されましたので、ここは勝ててよかったですね。しかし、未だに納得のいかない様子の中国側が不満。というか負け惜しみを漏らしていたので、そのコメントを、これまでの経緯とともにご紹介します。2015年12月12日、日本インド首脳会談で、インドの高速鉄道計画が合意されました。西部の都市アーメダバードと、金融の中心地ムンバイ間の 508km を走る高速鉄道は、日本の新幹線方式を採用する予定になっています。2都市間を移動するのに、現在は8時間かかっているものの、最大2時間にまで短縮される予定です。そして、最高速度は、現在インドで、最速の列車の倍以上の速さである、時速 350km にもなると言われています。さらに、750人の乗客を乗せられる新型列車は、東北新幹線、はやぶさと同じ E5 系モデルを予定しており、安全性も高くなっているのだとか。日本のはやぶさは、エメラルドグリーンを基調としていますが、インド仕様の車両は、ヒンドゥー教で、おめでたい色とされる赤になる予定です。しかし、日本が、このプロジェクトを受注するまで、大変な道のりがありました。高速鉄道の事業者を選定するためには、FS と呼ばれる事業化調査を担当するコンサルタントの発言力が大きく影響します。どのような鉄道システムがふさわしいか、線路の敷設ルートや運賃水準をどうするか、といった根幹部分が FS によって決まるからです。2009年に予備段階の FS を請け負ったのが、フランスの鉄道コンサルタント、シストラ。そのため、当初は、フランスが同路線を受注するものとされていました。しかし、日本が、資金面及び技術面で援助することになり、約1兆4600億円の円借款を年利 0.1%、
しかも、最初の15年間は据え置きで、50年かけて返済すればよいという、ほとんど無利子とも言える好条件を掲示したのです。日本は、高速鉄道の巨大市場を狙って、官民一体のトップセールスに出て、2015年に逆転受注しました。インドを、対中堅勢の投資としたい日本政府の戦略もあり、日印原子力協定が、インドにとってメリットがある形で締結されたことなど、日本とインドの政治的利害が一致したことも受注できた理由の一つとなったようです。インドのモディ首相は、この受注に対して、インドは、日本との関係を非常に重視しており、我々は、幅広い分野で、二国間の関係を強化することを期待している。と述べています。また、日本政府は、こういったインフラの輸出を、成長戦略の柱に掲げ、インドでの高速鉄道の成功を足がかりに、他路線の受注にもつなげたいと考えています。インドでは、自動車メーカーのスズキをはじめ、1500社以上の日本企業がインド市場に参入しており、2022年現在、数百万人を雇用するまでに成長しています。あるムンバイの独立系政策コンサルタントは、スズキがインドの自動車市場を変え、何百万人もの雇用をもたらしたように、新幹線は業界全体を変えるだろう。と語っています。当初、この高速鉄道計画は、2017年着工、2023年の開業を予定していました。けれども、作業が大幅に遅れて、計画に暗雲が立ち込めています。それは一体なぜなんでしょうか？その大きな理由の一つとして、2019年末の時点で、土地を半分しか収容できていないことが挙げられます。インド側は、2018年中に土地収容を終える意向でしたが、土地売却に反対する地元住民らの抵抗が続いており、これまでの取得率は約5割にとどまっています。計画では、盛り土でかさ上げする予定だった線路も、トンネルや橋を除いて高架方式に変更されました。ただ、この変更を進めたことで、人や動物などが線路に入ってしまう事故を防ぐメリットはありました。また、土地収容の負担を少しは楽にすることができたとも言います。最新の情報によると、予定より5年遅れた2028年の開業を予定していることが、両政府関係者への取材で明らかになってきました。民族や宗教、公用語はヒンディー語と決まっているものの、憲法で認められた州の言語が21もあるというインド。さらに、土地の供出を求められた現地住民が、政府に対して、見返りの金銭だけではなく、雇用や家屋まで要求するといった事態になっているため、政府があらかじめ確保していた額を上回る資金を土地収容に充てることになり、建設コストが上がったそうです。足りなくなった建設資金を日本に補填するよう求めた結果、日本側が提示した総事業費が、1兆8000億円から2兆5000億円に跳ね上がり、それも工事を遅らせる要因になっていると言われています。ここは、今後の政府の働きに注目ですね。このインドの高速鉄道計画は、日本と中国が激しい受注合戦をした結果、最終的に日本が勝ち取ったという経緯があります。そのため、中国は、日本が無理やり受注を勝ち取った。この高速道路鉄道計画は、きっと未完成に終わる。とずっと主張しているような状態でした。彼らは、インドネシア高速鉄道のことを忘れてるんですかね？私も、都合の悪いことだけ忘れられるような、ハッピーな脳みそが欲しいです。案の定、計画に遅れを生じていることに対して、中国は攻撃的姿勢を強めています。さらに、インドが、中国ではなく、日本の新幹線を採用した理由について、中国メディアは次のように述べています。中国の便利で安全な高速鉄道を見て自国にも欲しくなったインドは、日本の提示する資金に騙されて中国を裏切った。中国は日本よりもずっと安く、独自の高い技術を持っている。費用が高いだけの日本製を選んだインドは大きな間違いをした。だそうです。その根源で一体どれだけの国を騙し、陥れてきたんでしょうね。ちなみに、中国の高速鉄道は、
日本の新幹線技術の影響を大きく受けているので、独自の高い技術というのは少々。というか、かなり語弊があると思います。価格が安いのは本当かもしれませんが、それでも、日本より高い技術かというと、それは、過去の両国の事故件数を見れば一目瞭然でしょう。というか、債務の罠にかけられた国々の様子を見ていると、価格が安いというのも嘘ですよね。結局日本に頼んだ方が安全だし安かったというのが、まさにインドネシア高速鉄道の事例ですしね。また、中国メディアは、インドの判断が誤っていたことの根拠として、5000世帯以上もあるとされる土地需要が、まだ4割しか済んでおらず、開通までの見通しは立っていない。と述べています。高速鉄道が完成したとしても、乗車料金が高く、住民には利用できないほどの高額になってしまうと思われるため、土地収用に反対する住民が多くなり、工事が遅れてしまうのは想定内だということも報じていました。また、その一方で、日本が足りなくなった建設資金を補填するような状況を踏まえ、日本こそが、インド高速鉄道建設プロジェクトの最大の被害者である。とし、我が国が受注に成功しなくてよかった。という声を上げる中国人もいるようです。ただ、インドでの土地収用が難しい要因は、中国が受注したとしても変わらないでしょう。むしろ、手抜き工事が原因でもっと遅れていた可能性の方が高そうです。何にせよ、受注できなかったことをあれこれ言うのは、ただの負け惜しみですね。さて、この件に関して、とある海外のサイトで日本を支持する外国人と、日本を軽視する中国人の意見がぶつかり合って盛り上がりを見せていましたので、その一部をご紹介していきます。日本とインドにおめでとうを送るよ。日本の技術と成長著しいインド市場が結びつくのなら、きっと素晴らしい結果をもたらしてくれるだろう。電車の窓にぶら下がったり、屋根の上に乗ったりするインド人への対策、日本の車両はちゃんとできているのだろうか？時速 350km で走る列車の上に、数百人のインド人がしがみつく光景は面白いだろうな。さすがにそんなに乗車したら、人生の片道切符になってしまうだろうけれど。どう考えても中国に頼むべきだった。新幹線の方が歴史は長いかもしれないけど、今や中国高速鉄道の方が安全だし、スピードも速い。事故った高速鉄道車両を地中に埋めた国があるらしいけど、それって、まさか君の国じゃないよね。今からでも遅くない。中国に発注すべきだ。中国の工作員よ。なぜ、そんなに、日本とインドが接近することを嫌う？中国は、パキスタンの原子力発電を支援し続けてきたし、潜水艦もパキスタンに輸出している。それでいて、どうして、インドが中国を嫌わないと思うよ。中国でなく、日本の高速鉄道を選択したのは賢い選択だ。中国の増長を抑える動きは世界にとっても良いことだ。日本の方が建設コストが高い。品質と価格は比例するんだよ。中国製品は日本製品に比べて品質が低く、劣っていることで知られている。だから、中国は日本よりも安く提供できるのだ。日本は自社製品に誇りを持っており、製品が故障した場合には責任を負うから安心だ。インドにはまだ新幹線は必要ない。それよりも中国の一帯一路に参加するべきだ。インドが中国の提案した高速鉄道よりも3倍以上の支払いを必要とする日本の高速鉄道を選択したのは、明らかに中国の腐敗を示唆している。モディは安倍前首相に騙されている。日本は2つの原爆によってようやく沈静化した第二次世界大戦のモンスターだぞ。日本人は人類史上最大の嘘つきだ。というのが嘘なんだろ。分かってるぜ。サービスとメンテナンスのために何十億もの費用を追加請求してくるに違いない。これは典型的な日本のトリックだよ。それはオタクの国の得意技ではないのかい？インドと日本の共通点は何か。それはどちらも中国を嫌っていることだ。彼らが共有しているのは
中国の領土を侵害しようとする試みの失敗だ。え、このコメントを受けて日本国内からも様々な感想や意見が寄せられていましたので続けてご紹介します。もし中国が受注していたのなら、最初は安価な見積もりを提示し、完成時に6倍請求するんだろう。嘘つきは中国の方。激安で劣悪な方を選ぶか、お高めで高性能、どちらを選ぶかだ。今の日本の新幹線と中国の高速鉄道の運用実績を比べたら、日本の新幹線に失礼なほど中国は安全性と信頼性がないよね。月とすっぽんなんですが、もともとは日本からパクった技術。中国は自国で合戦事故を起こした車両をなかったことにしようと自己調査もせずに土に埋めちゃうような国。比べること自体失礼な話だ。中国の工事だと雇用も生まれず、中国人が退去して押し寄せてくる。しかも工事はずさんで、後になって追加費用を押し付けてくる。日本だと現地雇用も生まれてウィンウィンになるはず。どこの国でも中国に手を焼いているのですね。中国は早くインドネシアとベトナムの地下鉄を完成させてから文句を言うべき。まあインドはカースト制度がなくならない限り国は豊かになりません。ごく一部だけが豊かになっても、多くの人が貧困状態では国力は上がりません。中国はインドネシアの高速鉄道計画を頑張れ。中国が受注しても材料や作業員は全部中国のもの。インドには何の旨味もない。日本は現地材料、現地雇用。メリットはあるよね。さらには、現地の人を日本に招いて技術研修もするし、開業後数年は日本人がいるが、その後はインド人だけで運営していけるように教育も行っていく。そういった費用をもろもろ含めてのあの金額だろ。日本がやりかけたことを途中で投げ出すことは今までしていない。中途半端だと気が済まないという日本人の性格のおかげ。それに、中途半端だと、その後誰にも信用されないことを知っている。官民一体となって受注したのは安倍政権の功績だね。これまでは、官は全く支援していなかったからね。日本が受注すると、何かのトリックがあるはずだ。と、警戒している人がいるのは、機器設備の性能の高さを想像できない&維持管理に必要なコストがあることを重要だと思っていないせいじゃないかな。インドの技術レベルで日本の設備を維持管理するなんて無理に決まっているもの。コスト面がしっかりしていないと実現不可能であることを学んでから発言してほしいね。中国が約束を守らない、守れないことをいい加減に世界各国は学ぶべき。中国の高速鉄道はパクリじゃない？多くの中国人は自国の高速鉄道を世界最高のものと考えています。その根拠は総延長と速度です。2020年末時点で中国高速鉄道の総延長は 38,000km に達しました。これは世界一の記録となります。そして中国高速鉄道の最高速度は時速 350km。 こちらも世界一の営業速度で、日本の時速 320km を上回っています。そんなわけで中国メディアでは頻繁に中国高速鉄道は世界一といった国威発揚の記事が掲載されます。ただこのような報道を、中国が広いからそうなっただけと冷笑的に見る中国人がいるのも確かです。まず世界一の速度ですが、これはあくまで営業速度です。試験運転や記録目的の実験走行を含めると、1988年にフランスの TGV が時速 408km の記録を叩き出しており、1996年には日本の新幹線が試験車両で時速 443km を達成しています。ちなみにリニアモーターを含めない最高速度は、2007年にフランス TGV が特別に改造された車両を用いて達成した時速 574.8km となります。技術的には多くの国が
時速 350km を達成可能なのです。しかし実際には路線にカーブがあったり駅と駅との間隔が短い等の理由から多くの国で最高速度は時速 300km 程度に制限されています。一方中国の場合駅と駅の間隔が広いため速いスピードで運転することができます。さらに鉄道の建設に必要な土地の収容が容易であることも忘れてはならないポイントでしょう。中国では土地の個人所有は認められていません。そのため公共工事では土地の強制収用が可能であり立ち退いた住民に対する保証金額もかなりの定額で済みます。フランスや日本などすでに都市が発展していた国ではできなかったような理想的な路線の建設が可能なのです。また高速鉄道の総延長ですが日本やドイツ、フランスなど高速鉄道が発達した国でもそもそも 38,000km もの鉄道を敷き詰める国土も必要もありません。そのため中国国内からも中国が総延長と営業速度で世界一を達成したのは素晴らしいがむやみに誇ってはならないという指摘があります。さらにそれ以外の部分はどうなんだというのも中国国内で議論になるポイントです。一例として中国メディアの八卦号が我が国の高速鉄道の技術は世界一なのかという記事を掲載しています。この記事の主張は中国は高速鉄道大国だが技術は世界一ではないというものです。ではどの国が世界一の技術を有しているのでしょうか。記事はまず日本を除外しました。記事によると国土が広くない日本では技術の向上が限られており世界最高ではないとのこと。技術と国土の広さには関係がないと思うのですが記事ではこれだけしか書かれていません。国土の狭い日本では長大な鉄道を建設する余裕も必要性もないため鉄道建設の経験が限られるというようなことを言いたいのでしょうか。となると国土面積が最も広いロシアが世界一の技術力を有するのかと言いたくなるところですが記事は世界最強の国はドイツだと主張しました。ドイツは日本よりも国土面積が小さいのですが技術発展に制限はかかっていないようですね。しかしこのドイツも真の世界最強国家の前座に過ぎません。記事によると韓国が将来的にはドイツを超えるそうです。韓国の国土面積は日本の約4分の1なのですがやっぱり技術力に制限はかからないようです。根拠の乏しい記事ですが注目するべき点は中国は世界一ではないと主張していることです。ある意味では謙虚な姿勢と言えますから中国が油断するべきではない国家であることがわかります。お隣の半島国家のように世界一をむやみに叫んでいる国よりは脅威でしょう。ただ中国ネットユーザーの多くはそう考えてはいないようです。中国人が誇りに思う高速鉄道ですがその泣きどころは日本やドイツなど他国の技術を大々的に取り入れて完成したものだということ。そのため中国のネット掲示板で我が国の高速鉄道はオリジナルなのかという文章が投稿されると非常に多くのコメントが寄せられていました。主流だった意見は初期の中国高速鉄道は外国のコピーだったが現在はオリジナルというものです。実際初期の中国高速鉄道はコピーですらなく外国企業が製造したものでした。2004年、中国は鉄道技術の導入のため外国企業からの高速鉄道車両の入札を行いました。そしてフランス、カナダ、日本の3社との契約が成立。3社は中国企業と協力して中国国内で車両を製造することになりました。契約から数年後には現地でのライセンス生産が行われています。技術流出に他なりませんが中国が有する高速鉄道の大きな市場に惹かれてこのような契約が成立したのです。後にドイツのシーメンスも参入し中国は
4カ国からの高速鉄道技術を入手しました。そしてついに中国は高速鉄道車両を自主開発します。それが和解号と呼ばれるシリーズです。英語ではハーモニーですね。しかしこの和解号は前述した4社の車両をライセンス生産したものでした。というより契約に基づいて中国でライセンス生産した外国車両を中国が自主開発したと中国政府が主張したのです。日本で言うならライセンス生産した F-15 や F-35 戦闘機を日本が自主開発したと主張するようなものです。共産主義国家ならではのプロパガンダですね。もっとも自主開発されていないとの事実は中国人にもあっさり見破られ、当時はともかく現在では中国国内でも和解号は他国のコピーと認識されています。しかし和解号の次に登場した復興号は中国国内ではオリジナルと考えられているようです。和解号は4社の車両をライセンス生産したものだったため複数の異なる種類の車両があり運用面での困難は大きなものでした。例えば交換部品もそれぞれで異なりますから整備工場にはそれぞれの部品をストックする必要があったのです。その問題を解決するため復興号は中国高速鉄道の統一されたメイン車両として製造されました。そしてネット掲示板では他国の技術を参考にした中国のオリジナルと認識されています。また中国政府によると復興号は世界各国の技術を導入、消化、吸収し再構築したもので中国が独自の知的財産を有しているそうです。もっともこれについてはかなり怪しいところ、多くの企業が自社の知的財産権が侵害されたと主張していますし、仮に復興号が完全に中国オリジナルの技術で製造されていたとしてもその開発過程で知的財産権を侵害されたのは明白です。たちが悪いのは中国人がそのようなことを問題視していないことです。中国のネットユーザーは過去の技術の模倣が禁じられるなら何かを作るときには棒をすり合わせて火を起こすことから始めなければならないと皮肉っています。技術の模倣利用が禁じられているわけではなくライセンス料を払えと言われているのです。それを払わずに他国の知的財産権を侵害しているから文句を言われているのですが、そんなことは理解していないようです。もっともそれも仕方がありません。2020年のアメリカ政府による調査によると世界の模造品の 63% が中国国内で製造されているとのこと。膨大な量のコピー品が中国で製造され世界中に輸出されているのです。中国は1990年代から2000年代にかけて知的財産保護に関する法律を整備しました。現在は独占禁止法が存在しないことを除けば法律上は日本とほぼ同じです。しかしその法律もその通りには運用されていません。法整備から20年以上経とうとも未だにコピー商品が氾濫しており、中国当局の取り締まりもおざなりのままです。2007年には、マイクロソフトが開発した Windows Vista の正規販売前に海賊版が流通するという珍事まで起きました。多くの中国人は、中国の高速鉄道はオリジナルと考えていますが、この問題を解決しなければ、中国高速鉄道は永遠に他国の技術のコピーと言われ続けることでしょう。ところで中国高速鉄道のコピー問題について海外の人たちはどのように考えているのでしょうか。海外の掲示板に寄せられたコメントを一部ですがご紹介します。海外の反応。中国が独自技術を習得したと主張し始めたのはライセンス生産を始めてから数年後だ。そんな短期間で新たな技術が開発できるのはありえないよ。最近では逆にヨーロッパが中国から技術を盗んだと主張する始末だからな。自分がやったことを他人に押し付けるなんてすごいと思うよ。中国が
大量にコピー、模倣を繰り返す理由は全く理解できない。どうしてあそこまで何から何までコピーするんだ。彼らの文化にコピーが根付いているとしか考えられない。中国人はドイツやフランス、日本の技術をコピーしたのをかなり気にしているらしい。政府や大きなメディアでも盛んにコピーではないと宣伝している。つまりコピーだっていうことだ。以上のように海外からは辛辣な意見が寄せられていました。中国はこのような意見を真摯に受け止めてもらいたいですね。もっとも中国人でもただ一点だけ新幹線に負けていると考えていることがあります。それは何でしょうか。中国が日本に負けているのは、中国人の誰しもが認める中国高速鉄道が新幹線に負けている点とは食です。人によっては他の点でも負けていると考えるかもしれませんが、共通して認識されているのは車内販売のお弁当に限られます。中国のお弁当はおかずの種類も少なく、かなり貧相なため、高速鉄道を誇りに思う中国人からも高いくせにまずいと一蹴されるほどです。みんながカップラーメンを持ち込むので、車内にはラーメンの匂いが充満しているのが日常の光景となっています。実際、訪日した中国人旅行者が駅弁を食べてカルチャーショックを受けることも多いのだとか。そのためお弁当については多くの中国メディアが共通して日本に負けている点として紹介します。新幹線の運行時間の正確さや事故の少なさを取り上げる記事もありますが、あまり目立つ存在ではありません。ちなみに2011年7月に浙江省温州市で発生した高速鉄道の追突・脱線事故は一切言及されません。事故車両が現地に埋め立てられたあの事故です。この事故の原因は落雷による信号機器の故障と車両管制センターの不適切な指示でした。その結果、立ち往生していた車両に別の車両が追突し、2つの車両が脱線。追突した車両の先頭4両は高架橋から落下しました。この事故で温州市の発表によると、40名の方が命を落とし、192名の方が怪我を負いました。そして事故から1週間後の8月1日には、共産党によって事故に関する報道禁止命令が出され、それが現在も続いています。そのため中国高速鉄道を称賛する記事でも安全性については触れられることはあまりありません。他国と中国の安全性を比べるとこの事故に言及せざるを得ませんからね。というわけで、中国ではこの事故の記憶が急速に薄れていっています。ドイツや日本から高速鉄道の技術をコピーしたことも忘れ、重大な事故を起こしたことも忘れ、中国の高速鉄道は拡大を続けています。2017年には大規模な手抜き工事によって中国南部の貴州省のトンネルで漏水事故が発生しました。これ以上事故が起こらないことを祈りましょう。いかがでしたか。当チャンネルの感想ですが、こうして日本と中国を比較してみると、いかに日本の鉄道の技術力や安全性が優れているかわかりますね。一帯一路なんかに負けないよう、これからも日本には頑張ってほしいと思います。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。